委員会を開会します。それでは福祉保健所関係の審査に入ります。省第6号決算の認定について過去平成25年度一般会計のうち歳出の所管部分を議題といたします。福祉保健部の説明を求めます。はい、福祉保健部長。福祉保健部長、それでは平成25年度一般会計の決算をご審議いただくにあたりまして、総括的に若干ご説明をさせていただきます。福祉保健部の予算執行の概要につきましては、監査員からの審査意見書、37ページからになります。はじめに、3番、民生費全体は、25年度決算額の対前年度比は 3.7% の増となっています。民生費の福祉保健部関係でございますけれども、まあ、決算書の間項目で言いますと、項のところで、項のところになりますが、社会福祉費、生活保護費等で対前年度比プラス 10.8%、児童福祉費が対前年度比マイナス 3.2% であり、福祉保健部関係の民生費の対前年度比は 7.8% の伸びとなっています。四間衛生費全体は25年度決算額の対前年度比はプラス 5.6% の増となっています。同じく福祉保健部関係の衛生費の対前年度比は 2.2% の伸びとなっています。なお休暇もございますが、消防費の福祉保健部関係は災害対策費が減額となっています。次に主な取り組みでございますが、福祉関係では障害者の自立支援等を図るため先日視察をしていただきましたけれども、社会福祉法人柏崎刈羽ミニコロニーが行う障害児障害者およびその家族を支えるための、まあ、短期入所事業支援、それから子どもの通院医療費助成の対象者を小学校3年生までを小学校卒業までに引き上げ、子育て環境の充実等に取り組んだところであります。介護関係では高齢者が安心して健康で生活を送ることができるよう、高柳地区に居住生活支援交流機能を有した高齢者生活支援施設結の里の整備を行ったところです。健康づくりでは25年度は24年度に引き続き健康未来プロジェクトの健康宣言事業として体リフォーム計画を実施し、生活習慣病予防対策を進めてまいりました。また市民一人一人の意欲的な健康づくりの動機づけと健康づくりを地域で楽しく取り組めるものにしていくために、市内3地区田尻、高柳、西山町のモデル地区で柏崎健康ポイント制度を25年7月から実施取り組んだところであります。それでは主な事業を中心に担当課長から順次説明をさせていただきますので、ご審議の上認定くださるようよろしくお願いいたします。福祉課長、はい、よろしくお願いします。それでは平成25年度決算のうち福祉課所管分の主なものについて説明いたします。決算書の205ページ、206ページをお開きください。主要政策に関する報告書は11ページからになります。参観民生費、一項一目、社会福祉総務費、説明欄の102-01、民生委員費1117万8557円は地域の見守り活動などにあたる民生委員の活動にかかる経費等を支出しております。1枚めくりまして207、208ページをお開きください。説明欄の103-01、社会福祉協議会補助金3550万円は社会福祉協議会の事務局強化費、地域福祉推進事業およびボランティアセンター運営費について助成を行ったものであります。説明欄の108-01、女性相談支援事業470万520円は女性福祉相談員を配置して主に DV 被害者である女性を対象として相談を受け、必要な助言や関係機関との連携を図って支援をしてまいりました。
平成25年度の相談件数は延べ949件、相談実人数は174人でした。少し飛びまして、213、214ページをお開きください。2目、障害者福祉費の説明に移ります。なお、利用実績等については、主要政策に関する報告書の12ページからご覧ください。001、自立支援給付費の12億1426万1193円は、障害者総合支援法に基づく給付費でありますが、給付費の数、種類が多いため、主なもののみを説明させていただきます。01、介護給付費8億2620万2858円は、居宅介護、これはホームヘルプサービスでございます。から行動援護、外出時の支援、それから短期入所、ショートステイなどの障害福祉サービスにかかる給付費を支出したものです。02、訓練等給付費2億9310万6785円は、身体機能訓練を行ったり、就労の機会や生産活動を通じた就労支援等にかかる訓練給付費のほか、グループホーム入居等にかかる援助費用を支出したものであります。03、自立支援用費3076万7000トンで6円は、人工透析療法等の医療費を給付する厚生医療給付費が主なものであります。1枚めくっていただいて、215、216ページをお開きください。04、療養介護医療費2385万5472円は、療養介護による入所中の進行性筋萎縮症の方の医療にかかる部分について費用の一部を給付したものであります。05、補装具給付費2043万7920円は、身体障害者に義肢、義足、装具や車椅子などの交付または修理を行うための経費の一部を支出したものであります。09、計画相談、地域相談支援給付費1933万1388円は、障害福祉サービスを利用する者に対して指定特定相談支援事業所が一人一人の生活の状態や課題に合わせたサービス等利用計画を作成した場合に支払う経費である、計画相談支援給付費と、それから、障害者の地域移行のための訪問相談、同行支援や地域定着のための緊急対応支援にかかる経費を支出する地域相談支援給付費を支出したものであります。次に003、地域生活支援事業各国士課について説明をさせていただきます。1枚めくりまして、217-218ページをお開きください。05、日常生活用具給付事業2128万6396円は、在宅の身体障害者、それから身体障害児の日常生活や社会生活の利便を図るため、特殊寝台や便器、人前用装具等の用具の給付を行い、日常生活の負担軽減を図りました。06、移動支援事業1447万454円は、外出や余暇活動などの社会参加に伴う移動介護支援であり、障害者の地域における自立生活及び社会参加を支援しました。07、地域活動支援センター事業3089万5779円は、障害者の地域活動を支援する事業を4団体に委託して実施したものであります。10、日中一時支援事業2367万3753円は、障害者などを一時的に預かることにより、障害者等の家族の就労支援及び一時的な休息を目的にした事業であります。1枚めくりまして、219、220ページをお開きください。004、障害者福祉関連事業の01、特別障害者手当等給付事業5220万4135円は、心身に著しい障害があり、日常生活に常時介護を必要とする方の対象に手当を給付したものです。02、重度心身障害者医療費助成事業（括弧検証）1億7822万5067円は、重度心身障害者に対する医療費助成費1億6839万7233円が主なものであります。03、精神障害者福祉事業
1110万7777円は精神障害者に対する入院医療費助成費、こちらの方が1107万7237円となっており、これが主なものであります。1枚めくりまして、221-222ページを開いてください。1号身体障害者等交通費助成事業1174万9235円は、身体障害者の方の、交通助成費1151万9912円が主なものであります。008障害児通所給付3580万8211円は、障害のある児童などに対して日常生活における基本的な動作の習得等を目的とした支援を行うための経費を支出したものであります。1枚めくりまして、223-224ページを開いてください。201地域生活支援事業の02相談支援事業1498万1700円は、障害者やその家族などに対し相談支援や情報提供などの援助を行う事業であり、県が指定した相談支援事業者福祉パートナー茨内地域生活支援センター、それから現機関障害者デイサービスセンターの相談機関への事業委託料であります。少し飛びまして、237-238ページを開いてください。4目社会福祉施設の説明に移ります。主要政策に関する報告書は17ページです。001総合福祉センター費の01総合福祉センター管理運営費は施設管理代行料の2208000円が主なものでございます。005相模学園施設整備事業の01相模学園短期入所施設増築資金補助金の4454万1315円は、先ほど部長からも説明がありましたが、社会福祉法人柏崎刈谷ミニコロニーが実施した相模学園に建設する短期入所施設増築工事に対し補助を実施したものです。去る7日の現地視察でもご覧いただきましたが、1、2階で各2部屋合わせて4つの部屋があり、定員は短期入所事業に一時支援事業の併用で4名としています。この度の施設整備により、施設入所者とは別の環境で在宅生活をしている障害者、障害児や障害者をお預かりする環境が整いましたので、これにより在宅生活を支えるとともに、ご家族の負担軽減を図っていきたいと考えています。少し飛びまして、245-246ページを開いてください。2項児童福祉費の説明に移ります。主要政策に関する報告書は20ページです。1目児童福祉総務費008-01児童手当給付費は、児童手当13億2957万5000円が主なものであります。対象児童数は延べでございますが、延べ12万227人でした。少し飛びまして、257-258ページをお開きください。主要施策に関する報告書は21ページになります。2目母子福祉費の001児童扶養手当給付事業2億5399万9620円は、母子家庭の母、父子家庭の父、または養育者に対して手当を支給するものであり、02児童扶養手当2億5336万7660円が主なものです。1枚めくりまして、259-260ページをお開きください。002-01一人親家庭等医療費助成事業3146万7425円は、一人親家庭の医療費を助成するものであり、医療費助成費2918万4931円が主なものです。また少し飛びまして、271-272ページをお開きください。3項生活保護費の説明に移ります。主要政策に関する報告書は23ページです。1目生活保護総務費の002-01生活保護適正化運営対策等事業1628492円は、適正な医療扶助を実施するための嘱託医の報酬が主なものであります。1枚めくった274ページにかけての003-01生活保護適正実施推進事業は、相談業務に従事する面接相談員にかかる経費や、
生活保護システムの電算機器借り上げ料が主なものであります。次の004-01自立支援プログラム策定実施推進事業は、生活保護受給者の自立・就労支援のため就労支援専門員を配置して就労支援プログラムに基づき支援を実施したものです。プログラム対象者延べ23人のうち12人が就労を開始し、5世帯が保護を廃止となりました。2目、扶助費の001、生活保護費7億6,143万2,738円は生活保護世帯に対する扶助費であり、1枚めくった276ページの生活保護費7億3,674万1,935円が主なものであります。平成24年度実績が6億7,814万5,772円ですので、金額にして5,859万6,163円、率にして 8.6% の増となっています。平成26年3月の保護世帯数を先に申し上げますが、これが426世帯で保護人員は551人となっています。昨年、前年同期の数字がですね、401世帯の491人ということになって、増えております。次の002-01、生活支援給付金564万6,405円は、中国残留邦人等世帯に対する生活支援給付金を支給したものであります。受給対象となったのは4世帯6人となっています。4巻遠征費の説明に移ります。使用政策に関する報告書は25ページです。4巻遠征費、一項一目、保険衛生総務費、説明欄の102-01、妊産婦及び子どもの医療費、助成事業、1億6,639万7,795円は、妊産婦乳児、子どもの医療費について充実をしたものであり、1枚めくった278ページの子ども医療費助成費、1億4,426万653円が主なものです。以上で福祉課所幹部について説明を終わらせていただきます。よろしくご指示のほどお願い申し上げます。介護高齢課長。介護高齢課長、よろしくお願いします。続きまして、介護高齢課所管の事務事業の主なものをご説明申し上げます。決算書227ページ228ページをお開きください。産官民生費一項三目、老人福祉費をご覧ください。使用施策に関する報告書は16ページからとなります。介護高齢化所管分001、老人保護措置委託事業、1億5,394万5,869円は、養護老人ホーム小山荘62人、養護盲老人ホーム体内安らぎの家6人の措置入所委託にかかる経費と、高齢者虐待による緊急分離にかかる措置入所委託などの経費です。002、老人在宅生活支援事業の主なものをご説明申し上げます。03、単身老人等緊急通報装置設置事業816万6,960円は、単身高齢者等276世帯に通報装置を設置し、緊急時の対応を行いました。04、寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成事業3,331万2,000円は、1377世帯に助成を行い、在宅介護を支援しました。07、ふれあい給食サービス事業750万円は、事業主体であります柏崎市社会福祉協議会に運営費の一部を助成したもので、一人暮らしの高齢者などで調理が困難な方216人に配食サービスを実施しました。めくっていただきまして、230ページをご覧ください。12、除雪援護事業160万5,040円は、高齢者のみ世帯等で住民税非課税均等割課税世帯で屋根の雪下ろしが困難な世帯に対して除雪経費を助成したもので、68世帯延べ200人200回の助成を行いました。18、
18、緊急医療情報キット配布事業13万8600円は、高齢者世帯の緊急時に迅速な救急活動ができるよう、医療情報を入れる容器を購入し、配布した経費であります。003、単独型デイサービスセンター運営費補助事業147万4550円は、北条デイサービスセンターの雪冷房システムの運営費を補助したものであります。004、慶応事業1592万4040円は、第二成人式新規100歳のお祝い、地区敬老会委託事業が主なものであります。005、老人クラブ運営費等助成事業562万750円は、老人クラブ連合会及び単位老人クラブに活動費の助成を行ったものでございます。007、シルバー人材センター経費1575万5000円は、シルバー人材センターの運営費などを助成し、高齢者の社会参加と就労支援を行いました。めくっていただきまして、232ページをご覧ください。011、介護保険特別会計繰出金11億6067万5947円は、介護給付費の私負担分、職員人件費及び事務費に要した経費を介護保険特別会計に繰り出したものであります。232ページ下段の017、高齢者等世話付き住宅生活援助員派遣事業203万9077円は、北園町にあります市営住宅のシルバーハウジングに生活援助員を派遣し、安否確認、生活相談を行い、入居者の安心の確保を図りました。めくっていただきまして、234ページの中段をご覧ください。025、認知症対策等総合支援事業650万円は、認知症地域支援推進員1名を地域統括支援センターに配置し、認知症高齢者への支援と地域における認知症ケア体制などの強化を図りました。026、介護従事者等人材確保育成事業1159万7733円は、働きながら介護職員初任者研修の資格取得を支援する事業で、介護従事者8事業者8人の人材確保育成が図られました。238ページをお開きください。中段の4目、社会福祉施設費、備考欄、介護高齢化、101、老人ワークルーム費、2813万9514円は、白龍会館、脅迫会館の運営経費のほかに、次の240ページをご覧ください。運営費のほかに、白龍会館の耐震補強工事を行ったものであります。次に、103、社会福祉施設建設資金、元利償還金補助金、1億431万4470円は、社会福祉法人が特別養護老人ホーム、デイサービスセンター等の老人福祉施設を建設するために、融資を受けた資金の元利償還金に対し補助したものであります。次に、106、清流園費611万3993円は、高柳町の小規模地域開放型老人ホーム清流園の運営費で、平成25年4月から9月までの半年間の指定管理者への管理代行料が主なのであります。110、介護基盤緊急整備特別対策事業2億425万円は、県の補助事業財源に地域密着型介護サービスを新規整備する事業者に対し補助したもので、小規模多機能型居宅介護施設2カ所、地域密着型介護老人福祉施設1カ所の整備を行いました。111、高齢者生活支援施設整備事業4億5000
492万5889円は、2カ年継続で竹根木町地内に整備しました高齢者生活支援施設ゆいの里の工事が主なものであります。めくっていただきまして、242ページをご覧ください。113高齢者生活支援施設管理運営事業653万3894円は、平成25年10月に開所した高齢者生活支援施設ゆいの里の平成25年10月から平成26年3月までの指定管理者への管理代行料であります。めくっていただきまして、500ページをご覧ください。500ページ、休館消防費一項項目災害対策費中断の備考欄介護高齢化314災害時要援護者登録名簿整理事業18万4897円は、要援護者登録名簿を整備するための事務的経費であります。以上が介護高齢化所管分でありますが、説明を終わらせていただきます。ご審議の上認定いただきますようよろしくお願いします。国保医療課長。国保医療課長、よろしくお願いいたします。それでは国保医療課所管分につきまして、ご説明を申し上げます。決算書212ページをお開きください。産官民生費一項一目社会福祉総務費備考欄の上段でございます。301国民健康保険事業特別会計振出金6億6990万6264円は、一般会計から国民健康保険事業特別会計へ繰り出したもので、内容といたしましては、国保税の低減補填や職員給与費等のほか、出産育児一時金の3分の2相当分、それから国保事業に必要な地方交付税分、直営診療施設への繰り出し分を含めたものでございます。昨年度に比べまして、2679万4083円の減額となりました。すみませんが、206ページにお戻りください。28節繰出金の不要額は2787万8736円となりました。主な要因は、国民健康保険事業特別会計の事業勘定及び直営診療施設勘定への繰出金が当初見込みを下回ったことによるものでございます。次に236ページをお開きください。上段から2行目、3目老人福祉費の備考欄、101老人医療費助成事業の各老健の335万8728円は、65歳から69歳までの方で常時一人暮らしや寝たきりの状態にある方に対して医療費助成を行うための保険単事業です。25年度末において当初の対象者は44名でございます。次に103後期高齢者医療費10億1535万619円は、事務費負担金4,047万6727円と、療養給付費負担金7億8725万4747円を公益連合への負担金として支出をしたものでございます。後期高齢者医療特別会計繰出金1億8761万9145円は、当市の後期高齢者医療特別会計に対する繰出金で、保険料軽減や事務費にかかる補填分が主なのでございます。
次に105、老人保険負担金45万6963円は、国県支出金の生産還付金137760円および社会保障診療報酬支払い基金への還付金319203円で、これは平成24年度事業にかかる生産還付金でございます。次に278ページをご覧ください。主要施策等の報告書は25ページになります。下段の4巻衛生費、一項一目保健衛生総務費の備考欄202、病院群輪番制病院費35384430円は、市内3病院が輪番制で行っております休日夜間の二次救急医療業務に対するもので、2病院に対して運営費の補助を行ったものでございます。輪番制による救急医療の実績は、柏崎総合医療センター、柏崎中央病院、新潟病院の3病院が受けれた総数といたしまして、1万72人でございます。次の203、医療機器等整備事業、2578万円は、柏崎総合医療センターの全身用 X 線 CT 診断装置の導入に対して補助を行ったものでございます。206、地域医療推進事業、109万2564円は、280ページの上段にあります、01の地域医療推進事業費として、10月に開催いたしました、医療介護健康フェスタ2013の経費、524,940円と、02の地域医療連携事業といたしまして、地域医療の現状、課題、方策について検討をいただいております。地域医療連携会議の運営経費、567,624円でございます。次に207、医療従事者確保事業、1,251,800円は、01の看護師就職支援事業といたしまして、看護師確保のために、看護師が市内病院に勤務した場合に助成するもので、同系列の看護学校から就職した場合は1人20万、それ以外の方は30万を交付したものでございます。実績といたしましては、54人の看護師を確保することができました。前年比で10人の増となっております。次に02の勤務医看護師子育てサポート事業は、女性医療従事者の出産育児による離職防止と労働環境整備を目的に、柏崎総合医療センターの院内託児所の運営費に対しまして補助を行ったものでございます。利用実績といたしましては、25年度は2名の看護師がこの託児所の活用を行っております。次に294ページをお開きください。下段の繰越免許費、202、病院群輪番制病院費、03、病院群輪番制、病院設備整備費1,805,300円は、平成24年度の国の緊急経済対策といたしまして、輪番制病院での施設整備を行ったもので、柏崎総合医療センターに、生化学自動分析装置、それから柏崎中央病院に全身麻酔装置等の導入に対して補助を行いました。次に309ページから
316ページにかけての5目診療費でございます。この診療費は丹根、宇川、米山、西山診療所の維持管理、運営費にかかる経費でございます。310ページ下段の002、丹根診療所費が586万6905円。312ページ中ほどの003、宇川診療所費が603万5099円。314ページ中ほどの004、米山地区診療所費143万4822円。005、西山診療所費33万8288円でございます。五目診療所費は24年度に比べまして102万8200円の減となっております。減少の主な要因は丹根宇川診療所の職員人件費の減というものでございます。314ページ下段の繰越免許費003、宇川診療所費47万2500円をご覧ください。これは平成24年度の緊急経済対策といたしまして繰り越しました宇川診療所の耐震診断委託料でございます。次のページをお開きください。6目、休日休館診療所備考欄の001、休日休館診療所費636万3745円は健康管理センター内で開設をしております休日休館歯科診療所の運営経費でございます。次の002、休日夜間休館センター費3631万1864円は総合医療センター内に開設しております柏崎市休日夜間休館センターの運営に必要な経費を補助しているものでございます。平成25年度の来院患者数は年間で2201名の利用がございました。以上で国保診療科所管分の説明をさせていただきます。よろしくご審議いただき認定くださいますようお願いいたします。現地支援課長。現地支援課長、はい、よろしくお願いします。現地支援課所管分の主な事務事業についてご説明申し上げます。決算書は281ページ282ページをお開きください。また使用施策等に関する報告は26ページ27ページ28ページをご覧ください。4館衛生費1項衛生保険衛生費1目保険衛生総務費303地域保険活動事業342万5787円は健康推進の町内会兼任謝礼及び各種研修会の講師謝礼117万6472円、食生活改善推進協議会への負担金33万2000円、柏崎市刈羽郡医師会への住民健康管理事業費補助金100万円、健康推進協議会への活動負担金80万円が主なものでございます。305、健康管理センター費2555万5485円は、01健康管理センターの管理運営費としての光熱水費及び管理等委託料、機械給借り上げ料が主なものでございます。02健康管理センター整備事業としまして検診備品として老朽化した婦人科検診台と無賛同眼底カメラの入れ替えによるものでございます。285ページ、286ページをお開きください。下段の309、現期間費01、現期間管理運営費2715万1225円は、現期間の施設設備の保守管理、その他維持管理に関する委託料、光熱水費が主なものでございます。次のページ287ページ288ページをお書きください。02現期間車両購入事業186万5850円は
乗用車の入れ替え2台購入費が主なものでございます。03現機関整備事業929万2500円は現機関の空調機の室外機2機の入れ替え工事の費用でございます。312風の町心の健康づくり事業799万1338円は本社で行われております相談対応のための非常勤職員の2名分の報酬494万3549円と、本社の建物借り上げ料226万8000円が主なのでございます。25年度は来所者がの実績が4234にあり、自殺予防対策事業の相談事業の一役を果たしているということかと思います。295ページ、296ページをお聞きください。2目予防費101、結核予防事業777万5119円は、感染症予防法に基づき65歳以上の方を対象に実施した胸部レントゲン関節撮影の業務委託料が主なのでございます。103高齢者予防接種事業5307万8244円は、予防接種法に基づき65歳以上の高齢者を対象に実施しておりますインフルエンザの予防接種事業の委託料が主なもので、65歳以上の方、15,457人の方から接種を受けていただきました。105風疹予防接種事業160万1800円は、妊娠を希望する女性や妊婦の配偶者及び家族等に風疹の予防接種について助成したものであり、272人の方が接種していただきました。297ページ、298ページを開いてください。下段の3目健康増進費101健康増進事業の01一般健康審査費2435万712円は、特定健診の対象者とならない16歳から39歳で職場で健診を受ける機会がない市民及び後期高齢者75歳以上で治療中でない対象者に対して実施した健康審査に要した費用であります、経費であります。02がん検診費9289万7182円は、40歳以上対象に実施する胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん検診と20歳以上対象とした子宮がん検診及び50歳以上対象とした前立腺がん検診が主なものでございます。がん検診推進事業の40歳以上60歳までの5歳ごとの対象に無料クーポン券を配布して、実施の大腸がんと乳がん検診及び20歳から40歳までの5歳ごとを対象とした子宮がん検診に要した経費が主なのでございます。04健康増進事業411万8432円は、市民の健康保持増進を目的として実施しているフレッシュタイム太極拳や元気広場などの保健事業に要した謝礼、健康未来柏崎21推進協議会及び食育推進連携会議委員謝礼、健康教育等を行う看護師栄養士等の非常勤職員の賃金等であります。次のページをお開きください。05歯科保険事業195万5062円は、柏崎市歯科医師会に委託して行う40歳から70歳までを対象とした歯周疾患検診にかかる経費と歯科健康相談歯科を行いましたが、報酬や医師借金などが主なのでございます。10健康未来プロジェクト推進事業121万1698円は、1泊2日の合宿と3ヶ月のフォローアップにより参加者に体重・体脂肪率の減少や血液検査、血圧の改善、健康への意識向上、生活習慣の改善を目標としている体リフォーム計画事業およびモデル地区で実施した柏崎健康ポイント制度の景品・印刷費等にかかる費用が主なものでございます。以上で現地支援課所管の分の説明を終わります。ご審議の上、何卒お認定いただきますようよろしくお願いします。高柳事務所長、よろしくお願いいたします。
高柳町事務所福祉保健課所管の主なものにつきましてご説明申し上げます。決算書の241ページ242ページをお開きください。主要施策に関する報告は18ページになります。242ページ備考欄中段の産官民生費一項社会福祉費4目社会福祉施設費の301-01高齢者用登記共同住宅管理運営費184万3004円は登記間の道踏みや除排雪が困難な高齢者世帯の入居施設である高齢者用登記共同住宅日だまりの管理運営費であり、9月までの直営の管理費と10月からの管理代行料99万7000円であります。その他は福祉業務等の窓口業務全般に関わる非常勤賃金や消耗品等の計上費が主なものであります。以上であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。西山町事務所長。続きまして西山町事務所福祉保健課所管の事務事業の主なものにつきまして説明を申し上げます。決算書の241-242ページを開きください。使用施策等に関する報告は19ページをお開きください。産官民生費一項4目社会福祉施設費中段の401-01遺棄期間管理運営費1211万7885円は同館の受付業務や日常の清掃業務設備の保守管理及び光熱水費等施設の維持管理に要した経費でございます。説明は以上でございます。ご審議の上認定いたしますようお願い申し上げます。副所見部長。副所見部長、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。質疑に入ります。最初に全体的なことについての質疑を行いたいと思いますが、ありますか。いいですか。持ちたいの、まあ、全体というか、最近健康寿命ということが叫ばれてというか、やはり元気に、老後を過ごしていけるというか、また例からも対応してほしい、それぞれ自分で老後を生きるという、ことなんだろうと思うんですけども、今ずっとさまざまなですね、健康に関わっての事業がずっと例年ごとくやってますし、また医療福祉の連携等のですね、さまざまな会議も持たれてこう来てるわけですけれども、健康寿命の位置って言いますかね、柏崎がどういうところに位置をしているのかっていうのはやっぱりよく見ながら、それぞれの事業も総合的に進める必要があるのではないかなというふうに今思うわけですけども、現状はどういうところに位置しているのかといいますか、ちょっと参考までに最初に聞かせていただければありがたいなと思います。元気支援課長。元気支援課長、はい。健康寿命につきましては今田議員さんがお話しされた通り、平均寿命と、自分で介護を要しないという、期間ということで、男性女性若干差がありまして、9年から13年ぐらいの期間があります。で、国の方でもそういったような調査をしておりまして、ただ年代がちょっと古いというところがありますし、あと柏崎市独自というのはちょっと違うんですが、全国的にはですね、寺院がありますので、元気支援課課長代理。元気支援課課長代理、はい。じゃあ私の方から質問させていただきます。健康寿命の話が出ましたけれども、柏崎はどのあたりにいるかという、ご質問かなと思いますが、その前にちょっと健康寿命について説明させていただきますけれども、最初、課長の話もありましたように、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間というのは、誰もが大体なんとなく感覚的にも分かることだと思うんですけれども、この健康寿命というのがいろんな算出方法がありまして、で国から出されているのが大体3つ
ございます。それで、あと日常生活に制限のない期間の平均と、それから自分が健康であるというふうに感じている、自覚している期間の平均、でそれから日常生活動作が自立している期間の平均、最後ののは日常生活動作が自立しているというと介護保険をまあイメージしていただければよろしいんですけれども、でこの3種類がありますが、国から出されているのがなかなか国レベルで調査を各種行ったものが元になっていまして、各種統計データとか生活実態調査といって国勢調査のタイミングで行うものなんですけれども、かなりいろんな統計データを使っております。で、もう県レベルで、まあ、小さい市町村ではもう出せない数字なんですね。で、それによるとだいたい男性が9年とか女性が12年とかっていうのがもう広く厚生労働省の方からも出されています。でそれがまあ広まってるんですけども、県レベルで独自に算出したのも確かにあるんですが、県レベルで市町村がどのぐらいかって出したのもあるんですけれども、それは介護保険が元になっていますので、日常生活動作が自立しているかどうかで、介護保険というと2以上の人が対象になっているふうな、まあ、他にもいろいろ生命表とか計算するんですけれども、そうすると1歳とか、1歳以下とかっていう差しか出てこないものになります。でなかなかいろんな種類の数字が出ますと混乱しますし、ただ県がだいたいその市町村レベルでの、値を計算は一応出してはいるんですけれども、今のところ公表しないとしておりますので、柏崎市としても公表といいますか数字を持たないという立ち位置でおります。で使う数字はというと、新潟県県レベルでは当然出ておりますので、全国平均がこれいくつですよ、新潟県がいくつですよというふうなのなんですけれども、新潟県がどのくらいかといいますと、新潟県の男性の順位が、36位 です。平均寿命でいうと27位なんですけども、平均寿命の健康寿命の順位でいうと36位で、女性が平均寿命でいうと、5位、全国で5位なんですけれども、健康寿命でいうと23位、このような値になっております。以上です。ありがとうございました。まあ、ちなみにトップがなんか愛知県だという話なんですけども、それでも3歳以上の差があるみたいなんですよね。まあ、それで確かに小さい調査は出せないけど、こういう一定の指標があるわけですから、まあ、それらを参考にして柏崎市独自でですね、こういう健康寿命を試算してみるっていうか、まあ、そのことがさまざま予防事業とかですね、介護にも関わってくるわけですし、地域のまあ包括事業にいろいろとこう関わってくるわけで、まあ、その辺はあれですかね、まあ、試算ができないっていうわけじゃないんだろうと思われますが、その辺はいかがなものなんですか。元気支援課課長代理。先ほども申し上げましたように、試算が確かにできないわけではないですけれども、こちらで市町村レベルで使える数字というのが、まあ、県が計算した方法とも一緒になるわけですけれども、介護保険が主にこうベースになるものなんですね。でそうするとあまりにも国から出された数字と開きがありすぎてすごく小さいんです。要は自立しているかどうかっていうと、介護保険の2から以上を、その市町村である計算式に当てはめて出したもので、実際のところちょっとびっくりしたんですけれども、1歳ぐらいなんですね。健康寿命としてそれをじゃあ認めるとしたら、それと平均寿命との差がわずかしか出てこないので、ちょっと今こちらとしても柏崎市、まあ、元気支援課としてもちょっと使えない数字、いろんな比較の数字に使えないで、他市町村が出ているのであればまたそれと比較するという方法もあるんですけれども、まあ、他の市町村も要望は挙げてますが、
県は公表しないとしていますの で, あので県は何を使っているかというとやっぱり全国からで全厚労省から出ているあの、まあ、サリバン法というんですけども最初説明したそのいろんなあの生活実態調査とか自分が生活しづらいとなったらそれが、まあ、しづらいことが始まる年齢なのであのかあの動けなくなるという意味合いとは違うんですね生活のまあしづらさっていうのかなその辺をいろんなのを加味して出た数字が男性が9年ちょっとかな女性がまあ12年ということで、まあ、出せたとしてもなかなか比較とか出せる数字ではなくてあの 0. 点いく何歳とかっていう多分おそらく毎年入れて計算出していってもそのぐらいしか出てこないと思います。わかりました。今後また勉強させていただきます、はい、それでは全体的に生活質疑ですね、次に三冠民生費の質疑を行います。最近あの福祉課でですね、社会福祉事業基金積立金、まあ、予算額は135万2千円で43%、58%、この予算と実績の差、どういうことかちょっと、副士課長、皆さん方からのご講師というものをいただいたものを、まあ、基金の方に振り入れしているという形になりますが、それで、まあ、それも、まあ、見込みで多い時もあれば、少ない時もあるということで。そうしたものに読めないので、まあ、そうしたらどこで、ご説明するなるということでございます。はい。副文化会長。はい。218ページの自動車運転免許取得改造助成事業の件でちょっとお聞かせいただきたいんですけども、主要施策等に関するところで14ページのところで、まあ、女性件数が12件ということで、まあ、出てますが、まあ、内訳としてあの免許取得がどのくらいで改造女性がどのくらいでっていうの数字はございますでしょうか。障害福祉係長。障害福祉係長。自動車免許の改造費とですね、それから、すいません、免許取得ですけれども、自動車免許取得の方が、10万円の補助が3件ございまして、それから本人運転の方が、自動車改造の方がですね、本人運転で4件で40万円の助成、介護者運転で8件で103万1000円の助成になっております。で今回割と申し込みは多かったんですけれども、自動車改造でですね、介護者運転が特になんですけれども、比較的安価な軽自動車のスロープ付きのリアスロープがついたあの N ボックスワゴンでよくあの後ろがこうスロープがついたのが、あれが割とまあ値段が安いんだけれども使い勝手がいいということで、それを購入される方が多くて、今回ちょっと若干まあ執行率が伸びなかったということでございます。副文化会長、はい、ありがとうございます。そうすると改造助成というのは障害者本人が直接運転するための改造をだけではなくて家族が、まあ、運転をして、その身体者の方を、まあ、乗せられるような、まあ、今のスロープ付きだとかそういったものも対象改造助成というのは 対象になるというでよろしいですか。障害福祉係長、はい、本人運転と介護者運転とございまして、本人運転の場合ですと、上肢下肢体幹不自由の方で身体障害の1、2級程度の方、同じく介護者運転の場合も、同様に身体障害の1、2級程度で自ら運転できない車椅子の利用者等の、状態の方ということになっております。最近福祉課で同じく女性相談支援事業なんですが、これで相談人員が、まあ、174名の件数で949人
この、ちょっと、まあ、公表できる内容、ちょっとお聞かせください。串課長。今までの内容という件でございますけれども、うん、具体的などんな事例というようなお答えの仕方でよろしいですか。と例えば柏崎でこういうの、柏崎ではこういうことが多いとかですね、地域特性があるのかどうか、あるいは全国的な例で一緒か、その辺のところ。串課長。はい、全国どこも今、交通の便もいいですし、今その年代の方々、年代で集中しているわけではございませんが、一般質問でも30代、40代ということで、同じような今の時代に育ってきた方々が、今そういう被害に遭われているという状況ですし、加害者の方もまたそういう時代の中に生きてきた加害者、人たちでございますので、やはり傾向というのは、どこでも同じようなものだと思います。ただ、柏崎の場合はですね、やっぱり実家に帰ってきているという方がですね、そういう形で実家に、ここに生え抜きでそういう形の被害に遭われている方もいますし、実家に帰ってきている方を私どもの方で支援をしているというケースも、当然、各地域性もありますので、多くあります。福祉課課長代理。すいません、今の、相談内容ですけれども、DV 以外については特に東京都っていないのですが、DV については、夫の暴力というのが、220件程度、離婚問題が93件程度、それから経済問題が93件程度というふうになっております。以上です。この老人クラブ運営事業なんですけれども、かつて私たちこの委員会でも白老の皆さんとも協議会を持ったりなんかしながら、老人クラブの運営上の悩みといいますか、どうしたらいいかなんていろいろな協議をしたんですけど、その後ちょっといい会合でしたねなんて言われたんだけれども、その後全く持たれないでいるというか、それが実態なのかもしれませんけども、この老人クラブっていうのは皆さんそれぞれ元気に運営がなされてるものなんですか。そこをまず実態はどうなってるものなんですかね。介護高齢課長。老人クラブの、加入率については少しずつ減少はしているんですけども、やはり今現在のですね、女性といいますかですね、入会するにはまだ早いとかですね、そういう人がまだいらっしゃいますし、いう回答が多かったということなんですけども、老人クラブ以外でもですね、さまざまな活動をしていると団体がありまして、シルバー人材センターとかですね、あと高齢者運動サポーターであったりとか、あと町内会によってもですね、白蓮に加入しない独自の団体とかもありますし、昨日市の老人クラブ連合会のですね、50周年記念式典があったんですけども、やはり地域の担い手となったりとかですね、健康づくり介護予防を推進したりとかですね、後継者育成に努めるという形でですね、大会宣言をしたところでありますので、今後とも市の老人クラブ連合会とですね、意見交換しながらですね、いろんな、取り組みをしていきたいと思います。以上です。はい、老人クラブに入れる年齢っていうのは60歳でしたかね。全国的基準が60歳ということで、当然60歳ということでいいわけですか。それもう一回ちょっと確認させてください。介護高齢課長。全国的にですね、おおむね60歳以上という形でですね、なっているんですけども、60歳以上から加入ができるんですけども、今現在の加入の状況としてはですね、やっぱり60歳ぐらいですとね、まだ若いという気持ちがあるということでですね、70代、80代ぐらいの方がですね、今老人クラブに入っているという状況であります。はい、まあ
ですよね、役所を定年して60歳、いわゆる還暦を迎えていたということになるわけですけども、いや、実は私もそういう年で来るわけで、感覚的にですね、やっぱり老人クラブというか、敬老事業というか、まあ、敬老事業とはあまり言わないんでしょうけれども、そういう感覚に、まあ、かつては60といえば、白髪、ゴールも白髪だけど、まあ、そういう雰囲気があって、いやー、ここではやれやれと、まあ、地域のために何とかしていこうよと、いわゆる今ではスローライフというようなことを言われてますし、現役退いて自分の仕事やまた社会にも貢献していこうといういろいろなことがあるんでしょうけれども、今60から65歳の間の方々っていうのはもうまだまだなんていうか現役的にですね、体もピンピンしてるし、むしろ自分のやりたいことを大いにやってですね、まだまあこれはまあ誤解がないようであれですけど、まだ社会というよりも本当に現役で必死だった、それを5年間の間に何か癒して、さてそれからだなと、まあ、いうのがね、どうもこういう雰囲気があるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、やっぱり全国的に今の基準ですけども、この辺の見直しというような声っていうのは全然ないもんなんですか。介護高齢課長。介護高齢課長。確かにあの、国全体の方でですね、うん、そういった基準の見直し等については、まあ、今ほどあの、聞いてはいないんですけども、うん、新潟県の老人クラブ連合会におきましては、まあ、イメージアップという形でですね、あの愛称募集をですね、うん、まあ、老人クラブという名称のですね、もう変えてですね、愛称募集をしている状況でありまして、それも踏まえてですね、やっぱりあのいろんなシルバー人材センターとかですね、そういったあのいろんなところで活動している方がいらっしゃいますので、そういったのも含みましてですね、このまた市の老人クラブ連合会とですね、あの協議していきたいと思います。はい、まあ、これはあの行政サイドからどうのこうのなんていうことではなくて、それぞれやはり地域で自律的にというか、まあ、自覚的に対応していく内容なもんだろうと思いますけれども、まあ、あの全体的にやっぱり若返っているというのがこの状態だと思われますし、社会全体的にも65歳まで大体現役で働いているという全体の流れになっているようですし、まあ、この辺あのこの老人クラブ名前がどうだとか内容がどうだとかなんかよりも少しこう検討するといいますか、そういうことをもう一つの視点で、ですから老人クラブ事業はですね、どん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 衰退していることはなんか寂しいなと、まあ、いうことになるわけで、まあ、その辺やはり見直すって、こんなこと言うとまたなんか誤解が生まれるような感じしますけれども、全体的にはあの先ほど言ったように健康寿命を伸ばそうという流れがあって、しかし60から65歳の間というのはまだまだ現役的な状況があって、ですのでそういうやはり、うん、なんて言いますかね、考え方も一つ変えていかなければならないね、時代に入ってるんではないかなっていうふうに、まあ、思うわけで、まあ、これはまあ意見としか言っておくしかないわけですけども、まあ、そんなふうに今思う次第であります。もし何かコメントがあったらお願いします。証券部長、はい、すみません、まあ、あの少し補足的に、課長も補足的に申し上げますと、まあ、まさに持田議員のおっしゃる通りだと思います。と言いますのは、先ほど課長が申し上げたように、市の老人クラブ連合会昭和39年に発足したわけですよ。その時のいわゆる、まあ、概ねまあ60歳程度からというまあ表現を使ってますが、その当時の60歳の皆さんの、まあ社会背景といいますか、それと現在の60歳で迎える方々の背景と全然違うわけでございますよ。まあ、実年齢は60歳であっても、まあ、行動年齢といえばマイナス10歳ぐらいを捉えてもいいんだろうと思いますので、まあ、この辺はまあ決して60歳だったら入らなきゃならないとか、そんなにこうきついものではないと思うんですけれども、ただまあ現状はまあ大勢の方が老人クラブに参画されてますので、まあ、これからの活動というのは確かに元気で、老後を過ごされる。そういう意味でいろんな活動の中に、まあ、これからも出てまいりますけども、地域での、そのまた、高齢者は高齢者を支えていくような
活動もその中に考えられていくんだろうと思います。したがって、まあこれからよくですね、その老人クラブ連合会の活動、それとこの社会背景等もですね、踏まえながら、いい形でその組織が活動できるように、私どもまたしっかりと意見交換しながら進めていきたいというふうに思います。副文化会長。はい、228ページになりますけれども、老人保護措置委託事業で、先ほどご説明で、まあ、小山荘に62名、体内安らぎの家に6名ということであるんですが、体内安らぎの家に6人の入所というのは、まあ、どういった理由で、まあ、体内まで で行っているのかというところ、理由がのところを少し教えてください。介護高齢課長。介護高齢課長。体内安らぎの家につきましては、新潟県内にあるですね、一つしかない養護盲老人ホームといいまして、目の見えない方のですね、老人ホームという形でですね、県内から集まっている唯一の施設ということになります。以上でございます。区文化会長。はい、すみません、じゃあ同じページになりますが、ふれあい給食サービス事業の関係ですけれども、業者の選定というのはどんなふうに決めているのかというのがありました。介護高齢課長。今現在事業主体につきましては社会福祉協議会の方でですね、実施しておりまして、社会福祉協議会の方でですね、市内の3社をですね、委託して実施しているところでございます。以上でございます。他にないですか。いいですか。こちらに生活保護に関わってですが、増えていることはもうこういうことで、認識してますけども、まあ、その中にあってですね、自立支援、いわゆる就労へと、まあ、いうことでいろいろな取り組みもなされているわけですけども、まあ、この辺あれですか、想定していることとこの自立支援の中で、まあ職場復帰といいますか、そういうことで現役に変わっていくといいますか、生活そのものが大きく変えられるとか、そういう点ではあれですか、25年度こういう支援プログラム等もこうあるようですけれども、この辺の成果といいますか、現状といいますか、どこに課題があるとかですね、その辺があったらちょっと聞かせていただきたいと思います。福祉課長。はい、今ほどの自立支援プログラムですが、生活保護の制度はやはりその扶助すると同時にですね、やはりその自立できる人は自立していっていただくというのは、これが大前提でございます。で、先ほど説明の時も少し触れたんですが、25年度についてはですね、このプログラムの支援対象者、まあ、このプログラムの制度自体をちょっと説明させていただきますと、私どもの方で、まあ、一応皆さんも他社員の社会福祉とかいうのを見ていただくと分かると思うんですが、まあ、高齢者でも働けないというところがですね、やっぱり6、7割います。で、まあ、それ以外のですね、まあ、障害者、障害者とか母子とかそういうちょっと厳しいところを除いてですね、可能な人たちの中からですね、本人の状況を私どものケースワーカーが見定めまして、で、この人はまあ能力は点数付けをしましてですね、この人は十分働けるだろうなという方に対してですね、本人の意思確認を渡させてもらいまして、頑張ってくれということでプログラムやってみるかということで、うちの就労支援専門員がつきまして、で、まあ、ハローワーク等と連携しながらですね、就労の方を後押ししているという状況でございます。で、実際その25年度のですね、実績ですが、対象者が一応23人、ちょっと少ないなと思われるかもしれませんが、なかなかいろいろな本人たち、いろいろ事情があってですね、まあ、詳しくは申し上げませんが、やっぱり資質がありますので、なかなか続きそうな方とか、いない方とかいますので、23人を一応選定しまして、そのうち12人が就労開始しました、でまあ、半分ぐらいですかね、で、そのうちの5世帯が保護廃止になっています。まあ、これがまあ本当に生活保護の大事な仕事なんで、引き続き若支援、就労支援員とですね、一丸となって、この取り組みをしてですね、一人でも多く自立していけるように取り組んでいきたいと思っています。よろしいですか。はい、次に
4巻衛生費の質疑を行います。文化会長、288ページになるんですけれども、風の町心の健康づくり事業というのを今ほど説明いただきまして、街角和室心、来所者数が4234人と、増えているのは自殺防止対策として、その機能もあるためだというふうに聞こえたんですが、その街角和室として、そういった自殺防止対策関係でご相談した中で、必要なところにつないだというような例というのが、どのくらいあったかというのは把握がありましたが、お願いします。元気相談係長。お待ちください。恐れ入ります。お待たせしてすいません。相談を受けまして、一応調整継続調整したかということですよ。カンファレンス実施しましたのが42名おりまして、相談を受けてその場所で問題が解決した方もたくさんいらっしゃいますけれども、何年2回3回と。相談を受けてそしてその心で解決する場合もありますし、ただやっぱり他の方々の、例えば介護の問題にいろいろ苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃるとか、就労の問題も非常に増えておりまして、職業いわゆるお仕事がないということで、そういうようなことでハローワークさんといろいろとご相談したりとかした、そういう方々が42名いらっしゃいました。あとは医療機関にどうしても受診する必要があったということで、お一人では難しかったということで17人の方に同行受診しております。以上でございます。副文化会長。ゲートキーパーの、関係にちょっとなるんですけども、主体的に活動しているという中で、声かけ見守りをする中で、そこのゲートキーパーの皆さん、養成講座を受けた中のその皆さんも、いろいろ相談なりなんなりする中で、その皆さんから、最終的にというか必要なところ支援の必要なところにつないだというような報告なりなんかそういったものっていうのは市の方にはあるものなんでしょうか。元気相談係長。それにつきましてはちょっと集計はしておらずに数を控えておりませんので大変申し訳ないんですけれども、私どもが今自殺予防活動団体ということでゲートキーパー研修を受けられた団体の皆様とハートスクラム柏崎というのを作ってネットワークを作っているんですけれども、例えばライフサポートセンターとかそういう労働者の相談場所がありますが、そちらからつないでいただいたり、それから消費生活のことでゲートキーパー研修を受けた方がいらっしゃいますけれども、消費生活センターの方でその事務の方ですけれども、そちらからつないでいただいたりとか、それとあとは床屋さんとかですね、そういうところからつないでいただいたりとか、ご相談として個人的につないでいただいたり、場所を紹介されて来られたりとか、あとコミュニティセンターでもコミュニティセンターが主催している健康講座等で検証させていただいているんですけども、コミセンの主事さんとか町内会長さんからご相談をお受けしたりとかしております。すいません、人数的なトータルはちょっと控えておりません。以上です。ここにありませんか。いいですか。いいですか。はい、すいません。280ページになりますけど、
勤務医看護師子育てサポート事業について、お願いしたいんですけれども、これはあの25年度から始まった、制度だったような記憶してるんですけど、うんうん、違ってたらすいません。あの執行率が非常に低い、まあ、低いというか、まあ、41% ですね、うん、あの手応えとしてどうなんでしょうかね、この女性医療従事者の労働環境整備の整備の充実化を図るためにですね、あの設けられたこのサポート事業ですけれども、やってみたけれども手応え低いように、あの数字的には見受けられるんですけれども、実際、当局の皆さんからのこの期待とこの結果について、見解をお願いしたいと思います。国府医療課長。国府医療課長、はい、この勤務医、看護師子育てサポート事業につきましては、今金さんおっしゃる通りですね、24年度頃からですね、柏木総合医療センターの看護師不足というのが深刻になりまして、そういった中で病院との協議の中でそういった環境整備をすることを目的にですね、院内にペジショーを設置しました。それに対してじゃあ市も支援をしていきましょうということでやっているようにしたわけですけど、やっぱり解説当初は利用がなかなか少なかったという状況が続いていたということです。結果、まあ25年度は2年の看護師の方からですね、ご利用を待たせたという状況です。市の方といたしましては、この運営に対する保育士の人件費相当分に当たる、まあ、2分の1程度ですね、支援をしていることを取り組んだわけですけど、まあ、現状のとしてはやはり、市内にも、まあ、保育園、保育園等がありですね、そちらを、まあ、ご利用されている方も、いらっしゃるということで、まあ、当初想定していた利用者にはまだ至っていないというのが現状になっております。今後この事業を、まあ、継続しているのかどうかということですけれども、まあ、市としてその支援をするということについてはですね、まあ、こう2年3年目処にまた病院と協議をさせていただいてですね、また病院からも一つ自立した運営をですね、行っていただくような方向にもまた声を上げながらですね、検討してまいりたいと思います。はい、いいですか。はい、もちろんです。同じページのその上になるんですけども、上の真ん中02ですか、地域医療連携事業が金額的には少ないわけですけれども、25年度で施政方針の中でかなりここは地域医療体制の整備等について強調していた部分だかと思うんですよね。でそれが主要政策の中にずっと見てたら何も乗ってこないというか、どっかに乗ってるのか私の見落としかもしれませんが、この地域医療連携、まあ、ネットワーク作りっていうのは本当に今の看護師の関係も医師もそうですし、まあ、様々な関係で大事な課題だなと思うんですけども、会議を立ち上げますということだったわけですね。立ち上げたわけですが、実際的にはどういうことをやっていたものなんですか。ここ医療課長。ここ医療課長、はい、こちら の地域医療連携会議につきましては、先ほど説明させていただきましたように、まあ、地域医療の課題とかですね、柏木地域における課題、それから今後の、まあ、在り方についてですね、検討していただこうということで、まあ、立ち上げた会議でございます。でまた近年のこの動向の中では、社会保障制度の改革の中でですね、医療と介護の連携の推進という部分が、今国からの方針等もいろいろ出ておりますので、
こういった新たな課題に対してはですね、検討しているということで、第1回目は25年の7月に1回目を開催させていただきました。25年度はですね、年度内では一応5回この会議を継続的に開催させていただいています。それで何をじゃあしていたかということですけれども、基本的には各メンバーの委員さんからですね、これ医療機関の方も含めていらっしゃいますので、柏崎の医療の現状であったりですね、それからまた市民の代表とかしても参画いただいておりますので、市民の目線からのいろんなご意見をいただいたりいたしまして、それでこの意見を踏まえたのをですね、課題をちょっと整理をさせていただいて、6つの今課題にですね、分けて、検討を、していただいているという状況でございます。それで基本的には25年度で、終了いたしませんので、2年間継続の会議という形にさせていただいております。それで一応1年目のですね、この会議の検討においてはですね、やはり市民の皆さんからこういった医療のですね、仕組みであったり、その皆さんが市民の皆さん方が医療に関するこう不安に思っていることをですね、ガイドブックにまとめようということでご提案をいただきまして、でこの新年度26年度の、新規事業といたしまして、地域医療介護のガイドブックを作成し、それを市民の皆さんに配布しようということで、今その中身についても検討していただいているという状況でございます。で、特に、医療、介護の現の担当の方からやっぱり問題として出てきているのは、やっぱり人材のこういった確保についてもですね、今後どういった形での取り組みをするべきなのするべきかということをですね、いろいろご意見としてはいただいておりますし、また市民の代表の方からについては、いざという時のですね、その安心安全につなげるための取り組みを、どういった取り組みを今後していったらいいなということでも提案をですね、ご意見としていただいたりしております。それで今年度も現在2回開催をいたしておりまして、また今月22日に3回目の会議を開催されているので、最終的にはその現状課題を整理し、今後のやり方についてですね、会として提案をいただく、市長の方にいただくという方向で進んでいます。はい、持ち代に、そうするとこの主要政策に報告には載せていなかったんですよね、今の内容はね。私の見落とし、どこの部分でっていうのは政方針でかなり強調されてるものですから、はい、お願いします。国庫医療課長。はい、この主要政策に関する報告につきましてはですね、申し訳ないんですが、とりあえず事業費100万以上の事業をですね、盛り込むということで調整をさせていただいておりまして、この連携会議の部分については、それ以下だというふうに動かすという経緯だと思います。はい、こちらに中身で100万以上の価値ある柏崎の方向づけだなと思いますのでね、そこであれですか、この2年間継続で、言ってみれば26年度でその方向性というか課題が整理されて、検討材料というんでしょうか、いうことでまたさらに高められていくんだろうと思うんですけれども、この会議がこう持たれているわけですけれども、これらのですね、要点でもいいと思いますが、どんな、会議資料というか、こういったのはあれですか、
公表はできるんですか。国府有課長、はい、これまでの会議の内容は市のホームページに掲載してございますので、うん、ご覧いただきたいと思います。なるほど、はい、よろしいですか。はい、若い282ページの地域保健活動事業についてお伝えしたいんですけれども、その中で80のかな、健康推進の皆さん活動されているわけですね。今市内ってどのくらいの人たちがこの活動を推進だって言われるのか。でも私も実は自宅に2回から3回地域に行ったことあるんですけども、市民やっておられるんですよね。それにしてはあんまり何人だかわからんので、市民はちょっと聞いてもらうことがあるんですが、元気支援課長。元気支援課長、はい、はい、今ほどの、健康推進でございますが、まあ、町内から推薦をされまして、やっていただいているわけでございますが、まあ、人数によってですね、まあ、大きい町内からはですね、何人か出ておりますので、今現在380人ほどの、方々からご協力いただいています。若井、推進の皆さんというのは賃金というか報酬というのはあるんですか。地域保健係長、はい、ご質問の健康推進員の報酬ですが、町内の役員として健康推進員の方は選出されますので、報酬の有無は町内会によって異なります。前回の調査ではおおむね7割のご町内では、町内会の役員として選出される中で、日当や交通費などの支給を受けておられます。ただその金額につきましては、町内会の規定が市内まちまちですので、その町内の規定によるということで、金額には差がございます。推進委員の人たちというのは各町内会で推薦されたといいますか、なった人は、まあ、あと市で特別にこの人この人ってそういうんですかね、言ったって、そういうものではないわけですね。元気支援課長、はい、健康推進につきましてはですね、選出の基準がありまして、先ほど町内会の方から100世帯の例はですね、まあ、1名とか101世帯から200名についてはまあ2名というような形で、町内によって、決まっておりますので、その方々について市の方で専用していただくということで、補助金が出るという形になっておりますので、専用の方は町内会の方からしていただくと。はい、次に休館消防費の質疑を行います。じゃあ最後に全体を通して質疑はありませんか。すみません、全体を通してになっちゃって申し訳ないんですけど、冒頭に部長はですね、総括的に説明いただいたときに質問すればよかったんですけども、すみません、改めてではですけど、福祉保健部の事業というのは、この市民の皆さんのですね、このそれぞれの立場に合わせて、例えば障害を持っている方、高齢者の方、まあ、現役でも将来健康になるために、将来の健康のために今やらなければならないことを支えていくなどなど、いろんな立場に支えていく仕事、ミッション、任務だと思うんですね。だけれども、自ら情報を求めてそれぞれの制度に参加できる人はいいんだけれども、なかなか制度はあってもその情報に制度にたどり着かなくて、あるいは皆さんの方からいろいろ案内をやっても、なかなかその案内に触れることができない環境にあったりして、まあ憲法なんていうとちょっと大げさだけれども、健康で文化的な生活をするために、まあ、皆さんの方でも一生懸命やってるんだが、なかなかその制度を知ることができなくて、受けることができない人たちがいるかもしれない。
で、そういったところをもう少し努力すれば、例えば数字だけ見て言うわけじゃないけれども、扶養額だとか失効率だとか、これいろいろこう低いものもあるんだけれども、もう少し上がるんじゃないのか、その辺の努力はきっちりなさって、25年のきちんなさってきてこういう結果なのか、もうちょっと頑張るべきところがあったのではないかというようなことはどうなのか、もう少し頑張っていろんな案内も丁寧にやれば、皆さんにですね、それぞれ のサービスをしっかり受けることができたのではないかというような、まあ、反省というとちょっと失礼ですけれども、そういう評価はいかがなものか、ちょっと総括的にお伺いしたいと思います。福祉保健部長、数字の執行率から見ると今議員おっしゃるところはご意見として理解できるんですけれども、その内容によって、例えばその児童手当みたいなものを一つ例にとれば、これは子どもが減ってくれば当然対象ありますから、一応想定した給付費は、手当はまあ減るわけなんで、なかなかそれは当然周知はしてますから、まあ、それはそういういろんな要因から、物理的に減ってしまうというのもありますし、まあ、中にはやっぱりこう埋もれてしまっているんですかね、その、グレーゾーンと言いますか、いくらこちらが周知しててもやはり気づかなかったというものも中には、あるとは思いますけれども、それからまた難しいのは、こう受け身にならざるを得ないというのは、あるのが、例えば就労支援なんかの場合に、あるいはその生活保護なんかの場合に、こちらがどうですかというような PR ではないわけですので、やはりここは来ていただく受け身で私どもご相談に乗って、必要であればその対象ということで、これはいろんなその内容それぞれがみんな違うものですから、必ずしもその数字の執行残ではその PR がうんぬんというところは必ずしもそういう違いには言えないのかなというふうには思います。ただ中にはですね、やっぱりそうでないのも多分見受けられますので、その辺はしっかり取り組んでいきたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。副所見部の仕事はただ思いつきでやってる事業じゃなくて、やはり計画があって、それぞれ第何期計画、毎年毎年の計画があって、でニーズを調査をして、そして見込みがこのぐらいで、このぐらいだからこういう予算でやっていくんだというものが多いんだと思うんですよ。しかし見込み違い、見込み違いというかね、調査したにもかかわらず、なかなか申請主義ですから、それが上がってこなかったっていうことがあるのではないか。そこで皆様のそのこういう見込みっていうかね、ちゃんとニーズ調査をしてあるわけだから、それに対してしっかりと、案内に触れられない環境の人も多いんだというふうに思うんですね。健康な人ばっかりじゃないし、家族がいない人もいたり、いろいろあるわけだから、そんなことでもう少し頑張ればというような言い方をしたんですけれども、しっかりやったということであればそれでいいんですが、そんな気持ちで申し上げました。いいですか。さっきの休館消防の関係のところをね、ちょっと見落としてますけど、災害時要援護者登録名簿整備事業ってこれありますけども、これはあれですか、基本的な考え方として、この個人情報に保護があってですね、名前のその方々の、町内会とかコミュニティとかですね、そういった関わりで名簿の共有もなかなかできないという課題もあったわけですけども、これは考え方からしてクリアしてきているというふうに認識していればいいですよね、これね。というのは、なんでそんなことを聞くのかというのは、例の 3.11 のああいう大災害があって、最も影響、それぞれ本当に尊い命が犠牲になったわけですけれども、その中で最も大変だったのは、やはり体に害のある方たち、障害のある方たちなんですよ。目、耳、こっちですね、これの本当に大変で、それで個人情報を云々ということで、なかなかですね、助けることもできない、どこにどういう人が存在しているのかわからないということもいろいろあって、さまざまな議論がある中で、名簿の共有化というのがですね、大きく展開してきているというふうに私も聞い
聞いてはいたんですけども、その辺はあれですか、この整備事業の関係はそういうことも一つの指標としてあって整備がなされたのか、点はいかがなんですか。介護高齢課長。介護高齢課長。災害事業事務所の名簿につきましては、本人同意を得ましてですね、毎年1回名簿の更新を行っているところでございます。そういう形で共有につきましてはですね、各町内会長さんだとかですね、民生委員さん、あとまあ消防団等とですね、まあ、名簿の共有をしているところでございます。これより銀管討議に入ります。なし。銀管討議を終わります。質疑を終わります。ここで説明員の入れ替わりのため、3時20分まで休憩をいたします。お願いします。